さんこんにちは、鈴木久美子です。今日はドビュッシー作曲夢を演奏いたします。初めてこの曲を聴いた時に、そのメロディーの美しさにときめきを覚えました。手の届かない遠い遠い夢に思いを馳せているような、そんな切なさもあります。それではお聴きください。